ですか。あと10回。ラスト10行きましょう。どうでしたか今年の餅つき。息切れるねでも楽しかったですね、はい、やっぱりね年の締めくくりいいと思います。お疲れ様でした。お疲れ様でした。今年1年は私は転職から始まったのでなかなか波乱万丈でもないですけどいろいろあった1年でいろいろありましたとしか言えなくて、またまき2目に5月から来させてもらってすごい楽しい時間を過ごさせてもらっているので来年からは自分が楽しませてあげられるような余裕を持った仕事に取り組みたいなと思ってます。今年1年どうでしたか。今年1年もうあっという間でした。あっという間でした。はい、もうすぐ終わりました。何か思い出に残ってる教えてください。思い出、ね、楽しいこと、悲しいこと何でもいい。楽しかった。あ、でも餅つき楽しいです。めっちゃ今やめっちゃ今やめっちゃ今今やったことないし。じゃあ、まあ今年は激動の1年やったということで。激動。来年はどんな1年にしたいですか。来年は楽しく健康な1年にします。今年1年どうでしたか。今年1年はあっという間でした。あっという間でしたか。はい、楽しかったですか。楽しかったです。覚えることがいっぱいあって大変でしたけどイベントとかもあったり。一番、はい、思い出に残ってる出来事一つ。一番思い出何だろう。とにかくたくさん写真を撮ったこと。写真を撮ったこと。あ、写真ね。はい、オンラインの写真とか。来年期待してますので、よろしくお願いします。はい、頑張ります。はい、もう今までの人生の中で一番早い1年間でした。なんか思い出に残ってることですか。思い出に残ってることは、でも、あとのだけ、もう日々、日々、毎日楽しかった。毎日楽しかったです。じゃあ、来年はどんな一年にしますか。来年は、なんか挑戦したいこと。挑戦したいことは、今までやったことの、そのレベルアップっていうのと、自分の得意なこととかもちゃんといろんな人と関わってできやっていけたらなって思ってます。今年もいろんなことに挑戦した1年でしたよ。来年は来年も、来年も、はい、来年も年に負けずに頑張ります。はい、若い人についていきます。頑張ろう。バイバイ。バイバイ。